ボール支配率は名古屋よりも東京が上回っているんですが、さあユンカー、マテウスが来た、マテウス、サイドネットでした。いや、左サイドの崩し見事でしたね。米本、藤井が持ち出します。センターの分からないですけど、今いいところで受けてね、作りに参加しましたよね。はい、ここが持ち出していきました。藤井です。米本から藤井、藤井もかなり運ぶ、はい、さらに運ぶ、まだ運ぶ、そこで泉へとつながれば面白いシーンでした。ここは本田プレッシャーかけていきますが、藤井がそのまま運ぶ。藤井が運んで一気に抜けてこようかというところでしたが、原田です。ここは長沼のディフェンス、藤井運ぶ、マテウス、そして稲垣とのいいコンビネーションだ。稲垣戻してユンカー、決定機か、ユンカー左足。ここどちらかというとちょっと変えづらいって感じありますね。トス側からすると、はい、なんか悪い選手がいるとやっぱそこ変えたいっていうイメージありますけど、すごく痛い失点だったと思います。名古屋からするとやっぱり出花くじきましたね。はい、ファンミレ、ユンカー、カスタのブロック、中で重弘、ファーサイドにユンカーがいます。藤井が絡んできます。粘る、仕掛ける、えぐって折り返し、ユンカー、米本、藤井、左が泉、永井は今中にポジションを取っています。縦パス、ユンカー、繋がって左足一発ですね。稲垣拾います。シンプルな展開でしたがフィニッシュまで行きました。名古屋からのボールも非常にこの場面質が高かったですし、はい、もう一気に裏返します。